藤野幸子です。今回はですね、中華の定番のデザート杏仁豆腐を作っていきたいと思います。普通はですね、こちら寒天で作るんですけども、今日は、ゼラチンを使って固めていきたいと思います。ゼラチンを使うとですね、とてもプルプルとした美味しい食感の杏仁豆腐ができます。で、今日はですね、上に、シロップ、水とお砂糖で作ったシロップ、そしてフルーツをのせております。杏仁豆腐だけでもとても美味しいと思いますので、気軽に作っていただけたらと思います。それでは始めていきます。